どうも、三井です。チキンアシーヒゲです。あわよくば、まさとです。はい、というわけでね、いつものアホ3人でございます。おーい。もう否定せんのもめんどくさいっつはい、というわけでね、本日もね、懐かしいものの話をしていきましょうか。おい、本日のテーマはね、懐かしいおもちゃでございます。はい、おもちゃ、おもちゃっていうもので遊ぶ自体がもうね、最近はなくなってきたよね。そうだね、まあ、ゲームとかもおもちゃといえばおもちゃなのかもしれないけど、本当のなんかホビーで遊ぶっていうのは、なかなかね、あんまそういう機会がなくなってきたというか。そうね、まあね、我々世代で言うと、まあ昔懐かしいおもちゃっていうと、なんだろうね、まあ、ミニ四駆とかかね、まず。ああ、そうだね、ハマったな。いや、ミニ四駆、そうね、みんな作った？作った。僕ミニ四駆は通ってないんですよ。え、嘘？本当です。マジで？うん、マグナアニメとかちょろっと見たりはしたけど、本当に一機も持ってないっす。俺今でも持ってる。僕もだとか、本当車に、ま、何の魅力も感じない人なんで僕。え、お前何、乗り物って好きな乗り物なの？いや、だから そういうの好きな乗り物とかも特にない。船も飛行機も、うん、全然普通の固形物としてしか見てない。そうなんだ。私もヒゲも結構好きですよ、うん、乗り物。うん、そうなんだ。うん、だからミニ四駆はちょっとなんかヒゲくんがいっぱい喋ってくれると思う。マジミニ四駆だって、サイクロンマグナムとか持ってないの？お前知らないよ、何その中二病の名前。いやすごいかっこいいんだって。サイクロンマグナムはお前すごいんだよ。あのね、マグナムトルネードっつったら、なんかこうピョンって飛んでぐるぐるって回るんだよ。なんかまんまだな。サイクロンすごくない？人が想像した通りだった。人が言ったらぐるぐるって回るんだよ。すげえ。声で反応する機械なの、ミニ四駆って。そうだよ、おもちゃの方はしないけど、うん、普通の方がね。漫画のやつはマグナムトルネードっつったらマグナムトルネードするんだよ。すごいね。マグナムダイナマイトっつったらマグナムダイナマイトするんだよ。レイスティンガーなんか他のマシン壊すんだよ。あれはね、機械操作してるから。そうだよ、なんかこう中機械入ってるやつがあるんだよな、うん、あの漫画の設定だけど、うん、あれずるいよな。スピンコブラとかね。ずるいっつか、それは違反とかにはならないよ。なってなかったね。確かレギュレーションがなくなったんだよね、アニメの中で。アニメの方こそしっかりした方がいいんじゃないですか。そうなんだ。だって何2期の方だけど、なんか電気出すやつとかいたもんね。ああ、いたいた。バチバチバチって電気出してマシンバカバカ壊していくんだ。シャドーブレイカー G3 だよね。そう、あのボルゾイ、友達いなそうだな。ボルゾイハイスクールの。あれめっちゃ面白いよな、今思うと。ボルゾイって何なんだろう。ミニ四駆でなんか世界征服するみたいな。うん、いいよな、そういうおもちゃの漫画って、そういうとこいいよな、ほんと。すげえ、ミニ四駆で世界征服できる世界なんだ。だからそういうね、そういうミニ四駆の漫画を見てね、みんなミニ四駆を作ったんだよ。うん、肉抜きとかしたんだよ、みんな。したね。小学生ながらに。そう、スポンジタイヤに縦のラインとかつけたんだよ。うん、その作るよりさ、完成されたやつ買った方が早くない？ああ、分かってないな。作る楽しさなんだよね。今のダメ？いや、全然ダメだよね。うん。あれはだって、なんだろう、作るとこからなんてのもう、始まってるんだよね、レースが。そうだね。何それ。もう、あれで何、どんなタイヤをつけるかとか、どんな何、モーターをつけるかとか、どんな電池を入れるかで、全然変わってくるんだから。変わってくる。あれはやばいよ、本当に。モーターを冷却するやつがあるね。でもさ、うん、誰が作っても同じ素材さ、使ってたら別に同じのが仕上がんじゃないの？ならないんだよね、それがね、やっぱ、ならないんだよね、本当に。組み立て方があるから。これは、本当にならない。なんか本当に、うん、モーターとか鳴らし運転とかした方がなんか早いみたいなのもあったりする。うん。本当に、ミニ四駆は本当に奥が深い。だから、大人になって今だからこそなんかこう、ね、大人の知識と財力と技術でなんか、すごいミニ四駆作りたいなって思いはあるよ、俺は。うん、なんかまあ、うん、財力とかあんま聞きたくないけど。いや、でも、あれマジ高いんだって、ほんとに。1000円ぐらいで買うんじゃないの？いや、でもパーツとかこだってったら高い。ああ。ほんとにあのローラー欲しいなとか、小学校の時思ったけど、
使えないローラーとかあったもん。だからさ、そういうのって普通のさ、なんかスーパーマーケットとかで売ってないよね、でも。売ってなかったっけ。ああ、当時は売ってたんじゃない。流行ってた時は売ってたけど、やっぱりなんていうの、やっぱ模型ショップとか行くんだよね、結局、最終的には。そうだね。なんか、タミヤのマークのついた。そういうとこ行って、こう、だんだんこう、人間がちょっとオタク化していくっていう。そこからズブズブ沼に使っちゃったら、もう、すごい、すごいのになるけど。当時はそういう店あったかもしれないけど、今ある、そういうの。いや、今もあると思うよ。今も結構、なんか、よく探したら街に結構あるよ。うん。うん、あるあるある。まあ、今だとね、まあ、ネットでも買えたりするけど。あ、そっか。そうだね。そっちの方があれなのかな。そうで、ミニ四駆と同時期で言うとあれかな、あのビーダーマンとかも流行ったかな、我々。ああ、うん。ビーダーマン。ビーダーマン、マサトさんやりました？やってない。嘘だよ、お前。お前何して生きてたんだよ。やってるの、俺、基本的にさ、おもちゃ自分で買わないでさ、なんか、周りの友達がさ、やってんの見てる方の人間だったからさ、どっちかっていうと。見てるって、お前邪魔だよ、なんかさ、やれよ、なんかさ、おもちゃとか買ってもらう場合、俺さ、そういうなんか、さあビーダーマンとかじゃなくてゲーム買ってもらってた人間だから。おもちゃあんまり買ってもらってないんだよね。ビーダーマン、ビーダーマンもやったよ俺は相当。あれはあれで面白いんだよ。ただまあ、あれたださ、なんかお腹の中にビー玉突っ込んでさ押して出すやつだよね。なんでお前そういう嫌な言い方するんだよ。あれはあれでこうパーンってやってなんか的とかに当てたりするんだよ。ただね、あれ、漫画だとね、ビーダーマンね、なんかこう、ビーダーマンビューンってなんか空飛ぶんだけど、なんか実際こう空中に向けて撃つとすぐポトって落ちるんだよ。重さが。なんかこう、空中水平移動とかしないんだよね。漫画だとなんか鉄砲みたいになんかこう、空中撃てるんだよね。うん。あれ、どうやってたんだろう。漫画だとなんかこう、ね、ビーダーマンもね、ビーダーマンの漫画でなんかこう、ビーダーマンをなんか足を使って締め撃ちしたりとかして、なんか、いろいろやってたんだよ。うん。ビーダーマンは見てないな、一回も。マジか。てか、やってたっけぐらいのレベルだが。はえー。ヒゲちゃん持ってたビーダーマン。一つだけね。あ、ヒゲちゃんも一つだけか。俺ほどの熱はなかったのか。ボンバーマンの形したやつ。か。あー。俺もファイティングフェニックスとか、それ、そういう話をしたかったのに。やべえ、ついていけねえ。ついていけねえよ。スタッグスフィンクスとかお前ら知らんのか。青本とか赤本とかそういうのじゃないんだ。お前、俺もでも知ってんのそっちだわ。ヒゲ君の方だわ。ワイルドワイバーンとか知らんのけ。知らん。全然わかんねえ。俺一番好きなハンティングリンクス。やべ。ハンティングリンクスってなんかこう上からね、こう覗くことによってこうミラーの反射でね、ターゲットをこう目視してこう確実に当てることができるんだよ。ミラー。そう。漫画だと猫丸ってやつが使ってんだけど。うわ、こいつら、やっぱあれか、俺今でもずっと思ってたんだけど、やっぱお前らって俺の5つ上なんだろ。いやいや世代が違うんだな、世代が。やっぱり、そうだな。さよからみんな、年同じね。やっぱ5歳上だったか。あれか、やっぱ、ミニ四駆とかアバンテとかの世代だな、これは。サイクロンマグナムとか本当は知らないんだろ。いやいや。アバンテの世代、アバンテの。そのアバンテを知らないんだよね。ダッシュ4クロの世代だろ。レッツ&ゴーじゃないだろ。ああ、第一期のやつか。そう。普通の車みたいなやつの。うん。じゃあ、マサさん、あれをやってないの？あの、ハイパーヨーヨー。ハイパーヨーヨーは、友達がやってんのを見てました。お前、全部それか。参加しろよ、参加。俺だってやってたらさ、なんか、犬の散歩できてたよとか言いたいさ。やってないんだもん。まず、ウォーク・ザ・ドッグだからね、ハイパーヨーヨーだと。あ、ループ・ザ・ループとかあったよね。ヒゲちゃんやってた？ヒゲちゃんやってた？ヒゲちゃんやってた？やってた。おお、ほら、ヒゲ意外とやってるよ。お、やってるね。ほら、やっぱヒゲ意外と空気読むよ。いやいや。できた？どんな技できた？その、ウォーク・ザ・ドッグと、エレベーターと、うん、そんなもんかな。ああ。まあ、言うて俺もそんなできないんだけど。うん。うん、あ、難しいよね。あ、ブランコっていうのもあったな。あ、ブランコやったやつできた、できた。そのぐらいかな。うん。あれ、そう、ノーマルレベル、スーパーレベル、ハイパーレベルみたいになって、大体、なんだろう、ノーマルレベルぐらいしかできないんだよね。うん。ノーマルレベルもなんだろう、アラウンザワールドとかになると難しい。
どんな技かもわかんねえな。アラウンドワールドなんかこう一周させるみたいな技だよね。なんかガラス割っちゃいそうだな。そうだからそう練習ができないんだよね。じゃあさ、なんかハイパーヨーヨーって俺の中で高いイメージがあるんだよ。高い。なんか1個5000円とかしなかった。そんなしたっけ？した。するやつはあった。え、マジで5000円もした？すごい高いんだ。え、じゃあなんで俺買ってもらえたのそんなもん。いや、全部が全部そういうの値段じゃないけど、うん、なんか高いやつはそれぐらいするのとかあって。もしかして俺パチモンかもしれない、俺持ってた。いや、当時めちゃめちゃあったよ。ハイパーヨーヨーみたいなハイパーヨーヨーじゃないやつ。ああ、あったね。多分、ハイパーヨーヨーでは厳密にないんだけど、なんかこう似たような感じで、まあ、それなりに似たような動きもできるみたいな。うん。みたいなのすげえいっぱいあった。まあ、ベアリングがついてれば何でも回るもんね。回るよ。ってかまあ、普通のヨーヨーでも犬の散歩ぐらいできる。じゃあ、マサさん、あ、おもちゃったら何やったのよ。ああ、だから僕はベイブレードは友達からもらってやったことありますよ。買ってはないんだな。買ってはない。あ、買った。あのね、なんかコロコロのなんか応募者全員サービスみたいな、なんか一回買った。買った。コロコロの応募者全員サービスってあったわ。あれ、ただの購入なんだけど。うん。そうなんだよね。うん、ただ購入するだけなんだけど、うん、あれ。うん。応募者全員サービスって嘘なんだけど。うん。そのなんかカッターみたいな羽みたいなやつがついたベイブレード買ったら2枚ついてるやつ。へえ。名前忘れちゃったけど。俺もベイブレード1個か2個持ってたけど名前忘れちゃったな。ああ。なんだっけな、ドラグーンではなかったような気がするけど。あ、そうなんだ。ドラグーンじゃない何かを持ってたような気がするな。なんだっけな、あの、忘れた。ヒゲちゃん持ってた。ミツさんとさ。はい。あ、まあいいや。ごめん、なんだね。え、ミツさんと何？ちょっとその話共通のさ、友達のあの子なんだけどさ、はい、あのさ、なんかリュックにいっぱいさ、ベイブレード詰めてさ、持ってくる子がいてさ、あ、やつか。やつです。20個ぐらいなんか持ってきて、それを借りて一緒にやってたりはした。ああ、僕もやつのベイブレード借りたよ。そう、やつの。多分やつだよ。やつはね、いつもでっかいリュック持ってたから。そうそう、それ全部にベイブレードが入ってて。あ、もしかしてあいつか。あ、うん、うん、多分やつだよ。うん、そう、やつ でかいリュックっつったらあいつしかいないもんな。やつは、やつ本当になんかバックパッカーだよね。うん、これ世界中旅するんじゃないかっていうぐらいいつもでっかいリュック持ってたもん。そう、見た目に合ってないリュックをいつもつけてんだよね。うん、そうだよね、なんかこう小さな体に大きなカバンみたいな。そうだね。やつのベイブレードは借りたわ。てか、やつからはいろいろ借りたわ、正直。やつはね、なんだろう。まあ、嫌な言い方すると小金持ちの家なんで。もう一人称やつなんだね。やつからは結構いろいろも、そういうおもちゃとか、自分の持ってないおもちゃとか結構借りたりしたわ。そうそう。そう、やつはほんとそう、小金持ちだから、なんか普通の子よりもおもちゃをいっぱい持ってる子だから。そう。なんか、遊戯王のカードは箱買いしますみたいな。ああ、やった。子だったから。そう、遊戯王のカードって俺箱買いは一回もやったことないな。うん、箱買いか。そう、箱買い。知らんかったな。そう、箱買いってシステム自体がね、まず。うん。な。うん。そうか。遊戯王はそうか、みんなやったのかな？やってますね。かなりやってますね。ゲームだったら俺今でもやってるし。そっか。あ、そういえば俺そうだな。遊戯王だったら俺、マサトと対戦したこともありますよ。あるね。うん。いろんなスーパーのさ、なんか、座れるとこでやってたりしたよな、そうだな、昔。マクドナルドみたいなとこでな。そうそうそう。あれ、今考えるとクソ迷惑だよな。なんかな、そうだよね。うん。マクドナルドとかでなんか、あれだね、モンハンとかやるよりもなんか迷惑な感じするよね。うん。あ、でも遊戯王カードもまあ、今でもあるけどさ、今とは多分全然違うんだろうね、俺らがやってたのって。あ、全然違いますよ。あ、そうか、お前はそうか知ってんの。だってあれでしょ、いつからか人造人間サイコショッカーとか禁止カードになったんでしょ。あ、禁止にはなってない、制限にはなったけど。あれ、制限なの？あ、出しちゃいけないって俺聞いたことあるけど。出してはいいんだ。うん、だから多分デッキに1枚しか入れられないとか、そういうのには多分なってんじゃないかな。へぇー。ほか、ね、なんかもうあれ出しときゃいいみたいなノリだったもんね。昔は強かったね、今の環境だったら。誰も入れないと思うけど。え、嘘？入れないの？え、なんで？今だったらサイコショッカーなんてザ、あ、まあ、あんまこういう言い方するとあれなんだけど、うん、使う人いないと思う。本当にファンデッキとかだったらまあ入れるかもしれないけどね。どうすんの？じゃあエスパーロバどうやって勝つの？いや、ロバさんはもう今の時代
生き残れませんよ。だって、エスパー、ロバー、あれ入れてさらに弟にカード盗みまでさして負けたの。そうだね。だって君らだってシンクロ召喚とか知らないでしょ。え、何それ知らない。何それ、ジョグレス進化。知らないよ、ね。そのノリじゃん。うん。だってさ、今さ、カードの色、多分君たちが知ってるのは、なんかあの、オレン、あの、効果カードとかさ、なんか、オレンジのやつじゃん。オレンジ。今、黒とか白とかあるから、枠が。え？黒？白？黒。白。青は昔からあったぞ。青は儀式だね。そう、儀式、うん。カオス、ブラックマジシャン。そうそう。へぇ。今、エクシーズモンスターとか、そういうの知らないもんね。何それ？エクシーズモンスター？すげえのいるな。へぇ。まあ、これ話すとね、長くなっちゃうんでね。まあ、そうだな。厳密には懐かしい話じゃないし、もうそれは。そうなのね。現代だね。すげえな、そんな。うん。か。ヒゲちゃん語ったら1時間ぐらいいける。ヒゲちゃん遊戯王やってた？やってない。あ、やってないな。うん、カードは多少持ってたけど。ああ、そっか。デュエルはしてなかったと。うん。そっか。でも俺も何のカード使ってたかなってあんま覚えてないんだよな。何のカード使ってたかな。なんだろうね。ブルーアイズとか無難に。でもブルーアイズもなんだろう。俺らがやってた後半ぐらいになるともうなんか誰も使わなくなってたよな。ああ、そっか。もうそんな時代だったか。生贄自体でさらに効果なしってのはさすがに弱かったみたいな感じじゃないかな、さすがには。うん。入れてないんだろう。まあ、初期は当たり前に入れてたけど。だからね。今思えばブラックマジシャンってめっちゃ弱いし。ああ。生贄2体で攻撃力2500っていう。いや、それが今ね、強いんすよ、結構。そこそこに。なんで？いや、あのね、今、昔だったらやっぱ2体の生贄で出すしか手段なかったじゃん、ほとんど。はい。今だと、あの、なんか特殊召喚できるカードとかがあって、生贄なしでも出せちゃうんすよ、結構簡単に。パンドラが使ってたやつじゃないの？そう、だから黒魔術のカーテン的なカードが、他にもいろいろあるんすよ。はい、へぇー。補正がかかったんだ、今、ブラックマジに。うん。いやね。っていう感じですかね。そうっすね。いやもう、僕らがね、ブイブイ言わせた時代は、今は昔ということですかね。そうだね。はい。では、今日のところはこの辺で。お疲れ様です。お疲れ様です。